ミートモラジオ、あー、全部気のせいかも。この世界はまるで二度だね。あー、全部気のせいだ。見るものすべてが愛おしい。始まりました、ミートモラジオ。この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。今日はお膝の上に、菊池雄だけがいるのでまだ比較的軽いですね、どんな番組かと言いますと、このね、もう本当に誰もやっていないミートモのお話を聞いていくね、フレンドリストの回答がゼロになるまで私は続けますからね、で昨日は何をしていたかと言いますとですね、お昼はまあ普通に仕事というか、まあパモンをね、せこせこ溜まってますから作ってまして、ね、お待たせしている方々に本当に申し訳ないと、申し訳ないというかね、待ってくださいね、いいのができますから、本当に待てば待つほどね、という言い訳のもと、言い訳というとあれですけど、ね、まあ本当に作ってますからって、やっておりまして、夕方からローグワンをやっと見に行きましてね。ローグワン。前評判をほとんど入れずに、見に行ったわけですよ。で、あれですね。エピソードナンバーがないじゃないですか。スターウォーズ。エピソード、例えば4、エピソード5とかね。エピソード1、2、3ね。4、5、6、1、2、3、7とあって、今回の、ローグワン、ね。エピソード番号がないってことは、これ外伝的な、スターウォーズのね、外伝的なお話ですよということだそうで、ね。それすらもうっすらとしか知らないまま見に行きまして、感想はね、ネタバレになるような感想だろうなと思ってつぶやかなかったんですけど、まあ、概ね皆さんが思ってた通りの感想です。ね。だんだんとスターウォーズになるんですよね。この物語の後半に行けば行くほど、だんだんスターウォーズになってきたっていう映画ですから、これは4をね、見ておいた方がより楽しめますが、まあ、見てなかったらどうなんだろうな。見てなくても、まあ、楽しめます、十分。ただ、そうですね。これから入っちゃうと、後のスターウォーズ、まあ、4直前のお話ですから、4、5、6、ね、後のスターウォーズの、まあ、基本的な作り方がね、こう違うので、映画、スターウォーズの作り方ではないので、そこを、ちょっと違和感感じちゃう。ね、僕の場合は逆ですから、このローグワンに対してちょっと違和感を感じつつ見てたんですよ。で、それ何かって言ったら、惑星に移動したらね、テロップ、ここ、どこだって出ちゃうんですよね。あれ、なんだこれ、スターウォーズっぽくねえぞって、すごいそこの違和感が後半までずっと続くんですよ。ね。それはあるので、まあでも、ね、これを入り口にしてスターウォーズを見るのもいいのかどうかね。いやー、僕は、やっぱり公開順に見る方がいいなとは、思いましたけどね。いや、なかなか楽しい映画でしたけど、まあ、前半ちょっとね、歌丸さんのやつをさっき見てたんですけど、感想をね、だれるんすよ、やっぱり。僕もだれてましたからね。まあでも、楽しいですね。面白かったですよ。やっぱりストームトルーパー黒い方が強えんだとかね。そういうのもありますから。
楽しめました。ね、よかったですよ。で、その後に、これがね、僕夕方見て、9時5分終了で、9時半から、メルマ旬報の忘年会があるってんで、ちょうどまあその時間に合わせて行ったんで、30分ね、時間が余ってては、どうしよう、先に行くのもなんだしなので、近くのゲーセンでね、これを撮ってきましたから、ね。絶対に押すなね。すぐ撮れた。よかったね。ちょっと、じゃあ、開封の儀っていう、YouTuber はあれでしょ？なんかこういうもの撮ったらすぐ開封の儀とかやるんでしょ？知ってますよ？ね、やりましょうか？開けましょうか？ね、ガキツカボタン2016年ですから、ね。中身はどうなってるんですかね？パッカーン、ね、パッカーン、ちゃんと吉本、販売元吉本クリエイティブエージェンシーですよ。ボイスの内容、ランダムで、松本アウト、浜田アウト、田中アウト、エンドアウト、ホーセアウト、全員アウトっていうのね。もう、全員かわいい、超かわいい。ね。そう、サーキットベンド。何ですか？サーキットベンドでした。改造してね、こう押したら、リンちゃんかわいい、ね。まゆたかわいいね。そうなるようにしたいですね。で、まず、ランダムです。全員かわいい、超かわいいね。チアイかわいい、超かわいいね。ミュウかわいい、レオニャかわいい。電池がいるんですよ、電池が。おーい。ね。電池があります。また鉄を来てよ。ちょっと待ってね。今日は鉄をの話を聞きますからね。よいしょ。ね。電池を入れて。よし。じゃあ、オンにして。あれれ？閉まらない。閉まった。ね。絶対に押すなですからね。ここいたら見えない。見える。ギリギリ見える。聞こえる？ホーセー、アウト。あ、ここにやろうか。ね。こうした方がいい。田中、アウト！ね、藤原人間さんで。これ全員アウトが出るまでやりましょうか。遠藤、アウト！あ、かぶってませんね、まだ。全員、アウト！出たね。はい。もういいでしょ。ね。じゃあ。あ、それで、これ撮って、あれですよ。メルマ旬報、ね、僕も連載、7月からでしたっけ ?30 日から。8月 ?7 月だったような気がするぞ。7、8、9、10。で、11時5段だからで、7月からですね、やってます。メルマ旬報の、忘年会がありまして。まあ、会いたかった人にいっぱい会いましては、越前屋ひょうたさんとかね。竹内義和さんにもね、お話がしたかった。一回リプで、ピンクチラシのを集めてるっていうのを見て、僕もラスベガスでね、ラスベガス版のピンクチラシを僕はめちゃくちゃ集めてたんで、ラスベガス行った時に、陣内のあれで、ね、それのお話をチラッとできてよかったですね。あれ、もうコレクションのまま300枚ぐらいあるんですけど、どこにもまだ発表できていないね、あれを発表したいなと思いながら、竹内さんとサイキックですよね。お話できたり。あとは、スタイリストのね、伊賀大輔さんともお話ができたりね、いろいろメルマ旬報で書かれている方、数々のすごい人たちとお話をしてね、おりました。すごく楽しくて、ね、あっという間でして、本当に。帰りはね、また、博士さんに送ってもらいましてね、コラーゲンハイゴーマンさんと、いろいろお話をしてたんですけども、僕があまりにも無知すぎましたね。元、雨上がり消したですよ。蛍原さんの元相方だった方で、7期生です。だから僕が、二丁目劇場で、進行をね、してる時にはもう出てたんですよ。で、その当時は、電光石火っていうコンビでね、やっておりまして、じゃあ僕知ってますよっつって。だって、出囃子がね、ブルーハーズの電光石火、あれどころ、電光石火、どうせ、A でしょ。電光石火。ね、電光石火でした。そして、ねえ、そうだそうだっつって、ねえ。
今は母本舗で、やっておりますから。ねえ、そんな話をしながらね。いや、もうすごかった。ねえ。次の号も、30日、23日が締め切りなんで、ね、考えなくちゃいけない。ちょっと待って。ってことで、ああ、止まっちゃった。ほらほら、出て、出て。行きましょう。ね、行きましょうか。ね。ちょっとどいて。どいてよ。どかないの？ちょっと待って、ほら。誰だ？誰だ？ね。誰だ？空の彼方。ガッチャマン。ね、ガッチャマンだ。あー、暇だ、暇だ、暇だ。どこかにアイドルの無声イベントはないものだろうか。エンド、アウト。ね、行きましょう。ね、エンド、アウト。だから、この声やってる人とね、その二丁目時代はね、よくご飯に連れてってもらいましたよ、ほんと。この間久しぶりに会いましてね。ていうか、まあ、年に一回だいたい会いますね。TBS の、何でした？ドリーム東西の収録の時に、ほぼ一年ぶり、ほぼ一年ぶりですね、会いましてね。僕は、こんなんですから、ずっともう、こう、平行らしながらお話しましたよね。じゃあ行きましょうか。ね。誰だー？ね。急ごう。もう喋りすぎたから。はい。哲夫くんのお話をね、聞いていきましょう。毎日哲夫くん来てくれるんですけどね、一つも話を聞かないっていうボケをやってたんですけど、聞いちゃいましょう。はい。聞かせ、ん？動機が取れないから、声聞こえないと。そういえば、はい、私にとって人類最大の発明。メークイン。じゃがいも？これ、芋の話、芋でずっとボケてるでしょ？哲夫くん。ね、聞き倒しましょう。今日は、哲夫くんだけど。そうかもね。ヒヒヒ。メイクーンだとね、猫になっちゃうんですね。メイクイーン。え、どっち？どっち？ね、芋、芋、ね、芋。どうして、どうして、どかれ。食えない芋だな。芋になりたい。だせーだせー、はい、行こう。はい。どうせ芋の話だろ。ね。ねえ。こう、どれぐらいの人が気づいてるんですかね。この回答は気づいてないですよね。うん。またね。また。もう季節外れ。ね、どういうこと？ね。芋、ね。どれぐらいの人がこの芋ボケに気づいてるんですか？あれ？あららら。ら芋じゃないんだ、ここは。それ突っ込んでる人探しましょうか。芋でボケねえんだ、みたいな。ん？ね。違うや、しゃもじでご飯が延々、ね、芋じゃ、もう、えらい、カズさんえらい。ね。芋じゃないんかい。ね。てんてんこ。しゃもじ。ね。消耗品。芋。うん。やっぱり皆さん気づいてます。皆さんというか、パーセンテージでいくとこれそうだな。20-30% の人しか伝わってないですよね。芋ボケ。ちょっと声がでかい？ね。うん。歩きべって何ですか？歩きべ？ね。あ、なるほど。歩き、そういうことね。歩きっぺ。なるほどね。うん。うん。あれこれ。時系列、答えた時系列を知りたいよね。これ芋じゃないもん、だって。だよね、うん。これ、ね、キモい。me too。芋じゃない、芋のことで突っ込んでる人います？ね、いませんよね。本当にそうだね。ね。
おー。あー、いない。12月3日、あ、違うな。ね、どこ、誰？何の芋に似てるじゃなくてね。芋でボケてない。ね、徹底してないんだ。ほら。ちょっともう芋の答え枯れたの、これ。あ、来てよ。うん。よ、もうやめたい。なるほど。ね、答えの時系ですか、知ったよ。うん。ねえ。どっから芋に転じたんでしょうかね。うん。なるほど。ちょっと、わかりましたから、聞くのをやめて。あ。うん。はい。あ、これ答えだよね。ね。はい。はい、はい、はい、はい。ちょっと待ってね。はい、はい。いいね、いいね、いいね。ちょっと、哲夫くんのあれを、ね。覗きの、ちょっと待って。あ、誰か誕生日います。パジャマトリアさん誕生日。これ、アンサーで、あー、いつ答えたのか、わかんないんだ。あ、これわかる？この点々は何？わかんないよね。違うなぁ。いつ答えたか時系列で並べたいよね。これじゃあインタビューの意味がないですよ。ねえ。じゃあ、パジャマさんには後で、伝言飛ばしておきましょう。どうせもうみんなやってないからね。伝言なんか送ったところでって感じですけどね。じゃあ、いつもの招き消えちゃうね。そうそうそう、メルマ旬報の、あれ、忘年会の時に、僕は、まあ最近は招き茶招き茶って言ってるんですけど、ピカリンピカリンって騒いでる時に、ちょうど夏の魔物の、イベントのある直前ぐらいに、ピカリンと、ニチョハロの対談を、やったんですよっていう方が、シュープレのね、編集の方がいまして、僕があまりにもピカリンピカリン言うんで、ピカリンって何だろうって見たら、これはちょっと面白いことになるぞっつって、ニチョハロさんとの対談を、企画したっつって、シュープレのあれで。それがすごく、むちゃくちゃになって面白かったっつって、いやー、ハラセンさんのおかげですって言って、嬉しかったね。僕がね、そういうくだらないというかね、全部、アイドルの現場に行って、あれがどうやった、これがすごいとかね、ピカリンがおもろいおもろいって言ってたのが、そうやってね、繋がることはちょっと嬉しかったですね。やった。だから次はマネケチャの番ですよ。ね。マネケチャ行って、次はウリアオイジャパンですからね。じゃ行きますか。あ、その、マネケチャのね、タイムマシン、ね、行きますか。ねえ、未来の僕は元気ですか？僕が夢見たような朝は来ますか？頑張りすぎて逃げ出したりしていませんか？ねえ、未来の僕は笑ってますか？それとも いますか？ね、真似聞けちゃいいですよ、本当に。まあ、もうでいいんかわいいじゃん。言いましょう。ね。また歌詞を考えてなかったね。じゃあ即興になっちゃいますけど、パモンの書籍が来年1月10日に出ますんで、それを、歌いましょうかね。パモンの書籍を買ってください。パモンの書籍を買ってください。アマゾンの検索窓でパモンと入れるだけで
チャンネル登録がいいの。パモンの書籍を買ってください、本当に。あと、何ですか？LINE スタンプと、ね、作り変えるってまだ着手できてますけど、LINE スタンプと、T シャツかパーカーとか、メルマ旬報をね、購読してほしい、本当に。僕のやつは、T シャツプレゼントをやっておりますんで、それをとりあえずね、見るのと、だけでもいいですし。あと、尾崎世界観さんが連載してますからね。それから、誰ですか？ノーナリーブスの西寺豪太さんとか、ラムライダーさんとか、ね。他にはね、テレビの隙間さん、焼きそばかおるさん、ね。いっぱい素晴らしい連載人が揃っておりますので、その中に僕も、僭越ながら入っておりますので、ぜひともね、購読をしてほしい。ね。そんなところですか。ね。松本、アウト！松本さん捕まりましたね。アウトですよ。捕まったって表現もね。田中、アウト！アウト！ね。アウトデラックス。ね。アディオース。